バスケットボール選手権大会北海道予選会の閉会式を行います。ノルドブレッタ U15 賞状第1位ノルドブレッタ U15 第3回全国 U15 バスケットボール選手権大会北海道予選、優秀な成績とスポーツマンシップを称賛する。2022年12月3日一般財団法人北海道バスケットボール協会会長萩原和俊、おめでとうございます。代表取締役社長折茂武彦様に授与していただきます。折茂様、どうぞよろしくお願いいたします。折茂様、どうもありがとうございました。これをもちまして北海道バスケットボール協会創立90周年記念ジュニアウィンターカップ2022-2023 全国 U15 バスケットボール選手権大会北海道予選会の閉会式を終わります。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。最優秀選手賞もおめでとうございます。ありがとうございます。決勝戦ってみてどうでしたか、雰囲気とか。いつもとは違う雰囲気で、やっぱ声が、そう、宮川さんの声が届かなかったりして、まあ、大変というか、まあ、自分たちで考えなきゃいけない場面も多かったんですけど、それでもなんかみんなで楽しんでできたし、あとは自分たちのディフェンスから速い攻めっていうのを結構できてたので良かったと思います。はい、何か課題とかはあります、個人的な。個人としてはまだもっとスリーポイントとかジャンプシュートとか、その外のシュートを打てるようにしな、打てる場面があるのに打ててないから、そこをもっと練習して確率を上げていって自信持って打てるようにしていきたいです。すごい盛り上がっていたんですけど、自分はしっかりとディフェンスからリズムを取って得意であるプレーを拡散して得点につなげられたので良かったと思います。ウィンターカップではディフェンスができていなかったところをしっかり改善して、全員がシュート得点を取れるように頑張りたいです。はい、全国大会はいつなんですか。1月4日から1月8日まであります。新年から大変だね。はい、ちなみにどこでやるんですか。東京です。バスケットライブやっているので、時間がある方は見てほしいです。はい、ぜひ皆さん見てください。